皆さんこんにちは。こんにちは。本日は東京都の練馬区に来させてもらってます。では自己紹介お願いします。はい、岩瀬武史と申します。地域の市民団体の市民の声練馬という組織の中で活動しています。そして私自身の簡単なじゃあ自己紹介は、今車での移動中です。今街頭で演説をさせていただいているところなんですけれど、私自身はこれまで、去年まで国際協力機構、JICAとか、あるいは環境省の関係の仕事で、国際協力の仕事をしていました。世界の20カ国以上ですね、そのほとんどが途上国、南米やアフリカ、アジアの各国で、特に貧困の削減とか民主主義の実現、あるいは格差の解消のための仕事をしていたっていうのが現実です。で、現在この地域練馬区に戻ってきて、区議会議員の予定候補として活動しています。で、なぜ私がこの地域で区議を志すことになったのかというのは、これはもうすべてつながっています。私が今までずっとやってきたこと、やりたかったことというのは、弱さを感じている方、そして生きづらさを感じる方に寄り添うということを今まで途上国でもやり続けてきました。例えば私の原点というのは南米のエクアドルというところにあるんですが、大学生の時に1年間南米のエクアドルというところに留学をしていました。で、そこというのは当時は南米の中でも一番貧しい、そんな地域の一つでした。で、そこで一番私にとって象徴的だったのは、ホームステイをしていたんですが、そこで働いていた女の子というのは8歳の子供だったんですね。で、その子が私のトイレを掃除したり洋服を洗ったりというのを見て、なんでこんなことがあるのかと。別に彼女に罪があるわけではない、肌の色やあるいは性別、宗教、そんなことが理由で生きづらい、あるいはきちんとした生活を社会から排除されてしまう、そんなことが起こっているということに衝撃を受けて、私はなんとかこういった状況を変えていくために声を上げ続けていきたいと思うようになりました。そしてこれまで海外で活動していました。しかしそんな中で逆に日本での生活を振り返ったときに、今の日本というのは別に海外だけの問題ではない、この日本でも同じようにこの地域の中で生きづらさを感じている方、そしてその声を上げられない方があまりにも多いということを私には気づかされた。私の実は知り合いや家族にもそういう方いらっしゃいます。だからこそ私はこの地域の中で、私たちの生活に一番身近な練馬区、地域、区政の中で声を上げていきたい、そういう生きづらさを感じる方に寄り添う、そんな区政、あるいはそんな行政を社会の中から作っていきたい、そう思って今回区議会議員の予定候補として出場しています。なるほど、はい、じゃあですね、そういう決意で決めたわけですけども、はい、その後、時間もね、少しだんだん経ってきて、だんだん本番が近づいてますけども、そうです、ね、今の気持ち、はい、よかったら教えていただけますか。そうですね、もういよいよ、統一地方選挙の投票日まで約1週間ですね。私がこういった活動、政治活動を始めたのは去年ですので、もう10ヶ月ぐらいいろいろな地域の中で活動してきました。そして少しずつ地域のつながり、一人一人の顔がつながってきた、そんな気持ちです。だからこそ私はこの地域の中で政党に属するものではない、だからこそカバンも看板も地盤もない、本当に皆さんとのつながりが私にとって一番の財産ですので、このつながりを生かしながら、なるべく一人でも多くの方に声が届くように、あと1週間頑張りたいと思っています。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。よろしいでしょうか。